かよしみしの景色かよしみしは大韓民国中世南道台安軍西方の後海に位置する島面積二点一九平方キロメートル人口四十五人安境港から西に五キロメートルの地点にある行政上は台安軍近境面に属しかよしみ島里を構成する東西に長い形状の島で全体面積の九十パーセントを山地が占めており 椿などの植生がある。島の中央にそびえる最高峰の標高は183メートル。北西部には高い崖が多く、またほとんどの海岸には干潟が発達している。集落は主に島の中央部に分布する。周辺に丹島、大島、ファチャン島といくつかの岩礁がある。最西端の隠裂比列島にかけて西へと連なる。 島々も行政上和歌吉見島里の所属とされている。住民の大部分は漁業に従事している。中世南道沿岸には大陸方が広く発達しており、春と夏には、チェジュ暖ン流が北上して、エビ類、イワシ、アワビなどがたくさん取れる。地域の特産物としては、カタクチイワシとイカナゴが有名で、他にのり採取とナマコ、ワカメなどの養殖も盛んである。 付近の海域一帯は、台安海岸国立公園に指定されており、巡回観光コースが開発されている。島の見どころとしては、祈願絶壁がある。教育機関として、初等学校の分校が一校があり、このほか、郵便局、教会などがある。漁港として海押し見島港が整備され、船着き場に箇所を持つ。安京港から出発する定期旅客船が、 夏には一日二回運行される。ありがとうございます。